おはようございます。今日は2019年の10月の5日。旅は残り2日です。石岡本線の網走より一つ西、予備島を出発しました。今、北見駅に向かっているところです。今日の行程をご紹介しますと、石岡本線で旭川、これをもって一応日本一周は達成したということになるでしょうか。しかし、まだ北海道で回っていないところがあります。飛ばすことはできない札幌市、そして小樽市を回り、本日の目的地はまた札幌に戻り、友人の家に泊めてもらう約束になっています。昨日、一昨日に引き続き乗車しているのはキハ54型。時速は80キロで心よく走っています。今、90キロに収まろうかという勢いです。力の強いエンジンを積み、座席の仕様も快適で、北海道の旅になくてはならないお供です。もともと2000年ぐらいまで宗谷本線は特急列車というものの運行がなく、旧態依然の急行列車しかなかったのですが、その時宗谷本線で一番の花形として走っていた旭川発稚内行きの急行列車レブン号としてデビューをしたもので、座席もまあちょっと古めかしいですけれども、一応リクライニングをするスタイル、お客さんも倒して使っているのが分かります。現在では普通列車として他の車両と混ぜて使っており、これが来ればラッキーです。この車両は JR 四国を旅している時にも登場していたはずですが、しかし四国と違って北海道は寒いので、このように二重扉というかね、乗り込んだところからもう一段階扉があり、ここがデッキとして区切られています。また座席もリクライニングをしないタイプについても旧型のゼロ系新幹線用の座席を使っていて、これもまた非常に快適で、旅を楽しむにも好都合です。さらに長旅には欠かすことのできないトイレもついていて、乗っていて特に心配をすることもありません。非常にありがたい、いくらでも乗っていられる車両。もうすぐ北海道では新型のディーゼルカーを運行開始するということですが、このキハ54が消えてしまうことを私はとても脅威に思っています。北見駅に到着、昔の雰囲気がそのまま残っています。古戦橋とかね、この辺りずいぶんいい雰囲気です。 JR 北海道は駅の名前の看板が昔のスタイルそのまま続いているので、これもまた旅愁が漂います。奥には JR 貨物のコンテナが並んでいますが、この北見はジャガイモ、玉ねぎなどの生産が盛んで、まあ、北海道どこでもそうですが、それを運び出すのに玉ねぎ列車というものも特別に走っています。乗車口番号の乗っていう字体が結構好きですね。それからね、これね、あの広いホーム、今はそんなにお客さんがいる駅ではなくなりましたが、でもやっぱり北見って言えば大きい駅ですよ。跨線橋もね、結構ワイドで道東の大きな街だなということがよくわかります。あとね、北見駅と網走駅はね、この駅の駅名看板、これがねずらーっと並んで、この様子も結構好きですね。そう、北海道はなんか多くこれをつける傾向にあるみたいですけど、北見網走は特にすごいですよ。でこの北見はですね、道内で今調べたら9番目の人口だそうです。なんか知らぬ間に江別に抜かれてたんですが、あの札幌都市圏を抜けば7番目だったかな、それぐらいの人口の大きい町でして、寒いにもかかわらずまあまあの大都市として、駅前もですねこのように立派大きな建物も並ぶわけですが、なぜ北見がこのように大きくなったか、まあ一つにはね、この辺り道東周辺の開拓の拠点として のっけよして昔は呼んだそうですけども、ここを拠点にして周りにこう人が足を広げていったので、それで大きいってのもあるんですが、これですね、ちょうどね駅前にも植わってるとは私も知りませんでしたが、ペパーミント、これはいい香りだけど、まあペパーミントなのかどうか分かりませんが、まあシソ科ハッカ属の、植物であることは間違いありません。この北見はですね、ハッカの生産量が、当時というのは1930年代ですけども、世界1位だったことがありました。ハッカの町です。こんなんね、別に雑草みたいなもんでなんかほっといても生えるらしいんで、まあ別にそんな意識しなくてもいいのかなと思うんですけど、まあちょっとねちぎって匂いを嗅ぎたいところですが、視聴者の皆さんにも怒られそうだし、まあそれはやめておこうと思います。そしてまたこの北見市は人口に対して焼肉屋が日本一多い町としても知られております。だから街中を歩いておりますと、このように数多く焼肉屋さんを見かけるわけです。
毎年2月になれば焼肉バルというものを開催していて、どっかね広々としたところで焼肉食べ放題2000円みたいな感じになるらしいんですけども、焼肉祭りみたいな一回行ってみたいなと思ってるんですけどね。寒い寒い北海道の冬の中、焼肉ね、いい感じじゃないですか。まだ行けたことはありません。なんか 11.4 度、昨日東京30度行ったらしいですよ。焼肉屋の写真撮るためにちょっと頑張りすぎて、寒い寒い、食べられるわけでもないのにね。やっぱせっかく来たんだから、やっぱり焼肉食べよう。あのモスバーガーがありましたんでね、モスライスバーガーの焼肉ってやつあったでしょ確か。これあれですよね、テイクアウトだと軽減税率なんでしょ多分。うわぁ、どっちがいいかなこれ。でも寒いからな。あーやっぱこう寒くてはね、焼肉みたいなやつがないとあの体も温まりません。まあ、逆に言うとあれを食べてずいぶん元気になりました。やってきましたのはこれですね、北見発火記念館。この土地はもともと JR 石岡本線が通っていたんですが、あの現在は北見市の地下を北見トンネルによって貫くようになり、まあ、この真下を通ってるんですね。でその上の余った土地にいろんなこういったものが作られています。だからね、もともと鉄道用のコンテナがね、あそこにあったりとか。おこれは小口から戸口へとか書いてないか、あの国鉄コンテナってね、昔あれに書いてあったんですけど、まあわかりますよね。この、木の植わっているところにもともと鉄道が通っていたの。脇には鉄道公園などもあります。北見市のハッカ栽培、ハッカの加工についてはもうほとんど確か終わっているはずです。現在では石油か何かでハッカみたいなものを合成することができてしまうそうで、ハッカの油を取ってということはしていないんだそうですが、あ、中からね、ハッカの爽やかな匂いがしてくる。この葉っぱが多分ハッカ用のペパーミントでしょう。ハッカというのはメントールという成分の塊です。多分一番簡単にイメージするのはサクマドロップの白いやつ。私はね、ハッカって言えばそのイメージです。ハッカ飴ってのありますよね。とかその他キシリトールガムみたいなのもありますけど、そういうのの香り付けに使われます。爪楊枝のね、先端にキシリトールじゃない、メントールの成分がついてスーッとする爪楊枝もありますよね。歯の掃除に使うやつ。それからタバコ、これもまたメントールなんとかとかね、メントスっていう食べ物もあったと思います。これ外国のやつ。あ、これメントスだな。メントスってスイスのやつなんだ。スーッとする香りが素晴らしいということですが、その他消炎、鎮痛、消毒などの効果もあるんだそうで、あ、ジンタンってこれ多分相当昔のね薬だと思うんですけども、今あんのこれ。多分知らないんですが、メンソレータムとかもそうですよね。医薬品とかに使われることが多く、ちょうどここにもメンソレータムがありましたが、この昭和の時代、北見発火の全盛期にも医薬品としての使用が多かったようです。下は湿布か。またこちらが昔の発火工場。私てっきりね、赤北線の廃線の後の跡地にこの記念館を建てたというか移築したのかなと思ったんですが、もともとの工場の跡地にそのまんま記念館があるんだそうです。でももともと確かにこのすぐ近くには鉄道は通っていました。ルートインホテルのもうすぐ脇にね、赤北本線通ってるんですけど、なんでそんな線路とすぐ近くにあるのかって、まあそれはわかると思うんですが、もう昔は輸送がね、トラックではなく鉄道輸送が中心だったんで、この工場の引き込み線がこう伸びていてですね、これがこれから南の方、帯広方面まで伸びて、まあ地北線という鉄道があったんですが、この前ではその地北線の起点のね、池田というところもスーパーオードラゴンに乗った時に通ってはいたんですが、それで鉄道用の引き込み線もあったわけです。その脇にはもちろん赤北本線も通っていました。もうこの辺りの中心都市であり、またこの辺りが景気よく発展していたのもこの北見の発火あってのことですから、これはですね、昭和天皇が昭和29年に行幸された時におかけの椅子なんだそうです。現在では大規模な生産はなくなりましたが、これは貴重ですよね。まだ作っていた当時の段ボール、こちらは輸出品。先ほども言いましたか、世界の7割を生産していた時もある。非常にここはもう発火で栄えた大きな町なのです。で発火景気ということで、相当この北見は栄えたそうで、だからこそあそこに行けばみんなお金持ってるから、あそこに行けば儲かると言って、この北見の町も人が大きく集まり、どんどん発展していったんだと聞いています。こちらはあれだな、昭仁親王の現在の上皇陛下の写真もある。あ、もともと貴賓室だったんですね。だからそれ関連の展示が多いんだ。ここで唐突ですが10時になりました。おお、いっぱい再生してくれてる。わ、ありがたい。最後の、あ、違う、これ立花さんのやつだった。それいっぱい再生されてるわ。残り2日、今日は8100円。完成品として出荷されるハッカー製品にはこのような油状のものと、それからこのような固体状のものと2種類あり、
現在でも小規模ながらこの北見では発火の生産が続けられているということで、少し離れた別の建物ではその上流工程も見せてもらえます。あっちはね、昔から事務所として使われていた建物で、こっちは多分新しいんだと思うんですが、すごいいい香りがするな。旅の初めにラベンダーの上流も見ましてね、なんか本当に日本一周してきたんだなって感じがしますけども、これがまだ上流をしているもの、この中にその発火の原料ペパーミントが入っているわけですが、まず最初取れたものをよく乾かすということから始めるんだそうです。乾かすことによって、それから蒸気を通した時に中の通りが良くなり、上流の効率もアップするということです。ラベンダーはなんか取った後すぐやってるみたいでしたけどね、なんかもしかしたらその違いがあるんでしょうか。上流についてはもうこの間も皆さんと一緒に見ましたから、最初から見ていただいている方はね、おお同じようにやってるなと多分思われるだけだと思いますが、まあ、こんな感じで油がこう上の方に溜まっているのを多分またこうポタポタとやってるんでしょうね。これね、上の方に油が溜まって、水自体は下から取るんだな、サイフォンの原理。あ、なるほど。そんで油ばっかりずっと上の方に溜まってくってわけですか。で、また蒸留したものを遠心分離にかけて、最終的には2種類に分かれるんだそうです。発火油というものはもうこのまま油状になっているので、まあどちらかといえばすぐ使ってしまうのかな。多分食べ物とかに使うのがメイン。発火能というこのような固形のもの、こっちの方がね、香りとかはそれほどは、まあ発火油と比べれば強くない代わりに、持ち運びとか輸出とか、多分そういうのにはこれ便利なんでしょうね。そしてこのような、皆さんもご存知ですね、北海道の名物になっています。緑色に。白い帯と赤い文字で書かれた発火油。私もね、ちっちゃい時に親が買ってなんかうちでこれで香り付けしてるのを見ましたね。帰りは裏口から、結構時間ギリギリになってしまった。あ、これ多分乾燥させてるんでしょうね。こんなに茶色くなるまでやるんだ。旧ふるさと銀河線と書いてあります、地北線という鉄道が元々は通っていたその跡です。どれがそうなのかな、ちょっとわからんな。これかな。あ、これは石北線かな。明らかにここ鉄道が通ってた跡っぽいのがありますけどね。あ、だと思うんだよなこれ。あ、あれもそうかな、石北線の線路ですねこれね。今遊歩道みたいに整備されてるそうですけど、なるほど、面白い。さて次の列車、特別快速北見号の出発まであと9分です。まあ間に合いますけどね。次の目的地はいよいよ札幌。まあここからはかなりの長距離、大移動になります。あの発火記念館はね、もともと私が高校時代に成り行きで北見に流れ着いて、でそれから列車乗り換えまで2時間ぐらい暇だったんで、暇つぶしに行ったんですよ、前に行った時ね。でそれでね、めちゃくちゃ面白かったんで、それでまた今回は来たわけなんですけども、当時私別に発火とか興味なかったんですけどね、まあ、それでも行ったら、わあ面白いな、あんな頃はということで、それから自分の興味ないものでもね、とりあえず何かあったらこう時間がある時でもいいから触れてみると、意外と新しい発見があったり、新しい学びがあったりで、あ、面白いんだなということですね。それで今の YouTube のあれみたいに知識が身についてきた。まあまだまだそんな別に何でもかんでも詳しいわけじゃないし、むしろいろんなこと適当なことばっかり喋ってますが、よくわかんないことでもね、とりあえず興味を持って、時間があるときには触れてみよう、とりあえず触れてみることが大事、そういうことをね、教えてくれた施設でもありますんで、なんかちょっとあそこは思い出深い場所ですよ。列車は今ルベシベ町に向かっていますと言いたいところですが、私ずっとルベシベ町ってのがあるんだと思ったんですけど、ルベシベ駅周辺は現在すべて北見市に合併されたようです。北見市はどんどん合併されて大きくなり、現在北海道で一番大きな地方公共団体だということでした。日本でもトップレベルに寒いこの地域では、もう早くから紅葉がかなり盛んになり始めていますね。赤いですよね。もう9月ぐらいからこんな風に綺麗なんで、うわ綺麗、なかなか不思議なところですよ、ここは。見応えもあります。石北本線に乗っているときに、まあ、この辺りになると、もう足を休める暇がなくなって、特に今の時期は七日窓が赤いのかな。列車の一番後ろから流れ去る赤い景色をずっと見続けてしまうのです。北見を起点として鉄道は西に伸びてきました。そう、だいたいね、札幌とかそういう北海道の中心部からずっと東の方に鉄道が伸びていくのかなって、まあ、イメージされる方多いと思うんですが、まあ、実はそうではなく、北見から左右に伸びていったんですけれども、このルベシベまでとりあえず伸びてきて、この辺りで水銀が取れる場所も見つかり、東洋一の水銀鉱山として栄えました。また近くには温根湯温泉もあって、現在でも非常に素晴らしいお湯が湧きます。温根湯温泉はね、ちょっと話違うんですけど、温根湯温泉は本当にいいですよ。
なんでも元々はのっけ牛村、つまり北見市の、まあ、旧村名というわけですが、のっけ牛村の中の一部だったんですが、それが一旦ルベシベ町として栄えたので独立をし、その後もう一度また北見市に取り込まれた、そんな格好のようです。この時期でも花が頑張って咲いてる、綺麗。ここから尾根温泉まではバスで 2,30 分の距離だったと思います。ルベシベより先は列車いよいよ三冠区間に入ります。うちのチャンネルでは交通チャンネルにおいてかなり何度も何度もご説明しておりますので、まあ、今更説明するのはどうなのかなという気もするんですが、縄文峠と呼ばれる有名な峠もこの先にあります。怪談話で有名です。列車は今坂道を登ってきて金花信号所に着きました。もともとは金花駅だったところですが、これはね、駅時代からある看板です。縄文トンネル工事殉職者追悼碑と書いてあります。昭和55年かな、駅より300メートル、この駅舎を出て目の前の丘の上にあります。あの辺にあるんですけどね、高台にあるんですけど、見えそうで見えないな。あの列車は縄文峠を下ってきた列車、ブレーキをかけながらゆっくり降りていくだけですが、この列車はこれから急な峠道を登ることになります。見えるかな、無理かな、こっからは見えないか。慰霊碑がね、あの駅前の集落、あれを過ぎたところにあるんですけども、私ね、これ全部は廃墟になってて誰一人として住んでないんだと思ってたんですけど、なんかあの2チャンネル見てたらね、いやあそこにはまだ人が住んでるぞみたいなの書いてあったんで、実はまだ人が住んでるらしいですね。全く見つけられなかったけど、険しい峠道、くねるような走り方です。景色は素晴らしくいいんですけどね、赤、緑、黄色、赤、ずっと登り続けの景色が右へ左へと続きます。ただ普通に車内で立っているだけでも足の部分がちょっとこの峠の下向きに傾いているのが分かりますから、結構な坂です。すごい綺麗だ。冬には来たことありますけどね、あの私も今回の旅で日本一周の旅行で、まあ、歩きたいなとも思ったんですが、まあ、いつ何時クマが出てくるか分かりませんので、ちょっと夏に行く勇気はありませんね。冬の時期だったらクマはまあ寝てますから、そこまで心配もいらないのですが、いやー、日本の秋とは美しい。空の高いところからわずかにどうも雨が降ってきてはいるようですが、それほど気になりません。いや、列車の後ろに流れていく煙が映っているのかな。この縄文トンネル、縄文峠についてご紹介します。もともとこの区間では鉄道を引くために東京の上野駅などでやっていたらしいんですけれども、うまい話があるよ、儲かる、給料があるよ、北海道でいい仕事がある、そう言って呼んできた人たち、まあ、それは結局のところうまい話などなく、まあ、騙されていたわけですが、そういった人たちを連れてきて過酷な条件で働かせる運び屋労働というものが行われていました。なんか今の日本でもね、あのそういうのがあるとかないとかいう話が時たま話題になりますけれども、一応ないことにはなっていますが、どうなんでしょうか、外国にはまだまだそういうの残念ながらあるでしょうね。こういった非常に自然環境の厳しいところ、さっきの北見の街中でだって寒かったのに、もっとここは寒いですよ。そういったところで粗末な小屋で外側から鍵をかけられ、食事もほとんどなく、病気になれば捨てられる、そういう過酷な条件で大正時代の終わり頃から、まあ、明治時代にもあったかな、昭和時代ぐらいまで、そういったタコ部屋労働というものが北海道はおろか、まあ、おそらくは全国でそういうのが何かしらの形であったと思います。石北本線もそのような経緯で建設をされた路線です。他にもね、本当にどこ根室本線とかでもそういう作り方した路線はあったらしいんですけれども、この線路を切り倒す途中、もともとはね、こういう深い山の中ですよ、元はこれを切り開いて土地を削って、そして鉄道を敷いていくということをするわけですから、まあ、本当に過酷だなと思いますけども、雪が降るまでの、短い工期、北海道で雪が降ったら工事ができませんので、それまでに逆にめちゃくちゃ無理やり働かされるわけです。あ、懐かしい、昔あそこまで歩いてね、それでオホーツク号の写真撮ったな。今でもね、ブラック企業とかありますけど、よくそんな残酷なことできるなと思うんですよ。まあ、私そんな別になんか偉がるつもりはないんですけど、まあ、一応会社のね、社長ということに最近になってるんですけど、よく働いてくれる人に対してそんなひどいことできないですけどね。あの十分な給料もらってもらいたいし、あの豊かな暮らしをしてもらいたいし、やっぱりあの従業員がそういう暮らしができるように私も頑張ろうっていう風な意識でやってるんですけど、そういう風な気持ちは昔の人になかった
ったのかなーって、まあ、今でもない人はいるんでしょうけどね、昔とか今じゃなくて。つくづくもうここまで来るとね、不思議という域です。さて、だんだん上がってきまして、列車は今縄文信号場を通過。後ろ側の景色、雪に包まれていないのは初めてかな。ここの辺りで昔は線路が分岐をして、あの奥に伸びていました。奥もね、平らになっていて信号機が設置されています。あれは今使われていませんが、この左側にも分岐をするんですけれども、ちょっと分かりましたかね、分岐をしている構造。あれらが縄文信号場のスイッチバック式の構造でした。昔はあそこでも列車の行き違いができたのですが、現在は完全にもう線路も取り払われ、縄文信号場としても正式に廃止をされました。そして通過中のこのトンネルが悪名高い縄文トンネルです。縄文トンネルの長さは全長500メートルほどで、それほど長いトンネルではありません。しかしこのトンネルを抜けたところから、縄文峠を越えたということになり、列車もそれほど苦しくなく、エンジンの音を立てることもなく、のんびりと下りを走るようになります。このトンネルのこの辺りでそろそろ出ると思いますが、出口付近の壁のところが1960年代だったと思いますが、70年代かな、十勝沖地震で崩れまして、現在はそこをまた埋め直しています。そして、それから十勝沖地震で崩れた時に壁から人骨が出土したということになりました。この人骨は、縄文トンネルの完成を願った人柱として作られたとか、安寧を願った人柱として埋められたみたいな風にも言われることもあったんですが、実際には死んでしまった人を、穴を掘って埋めるのもめんどくさいから、トンネルの壁にそのまま入れちゃえみたいなノリで作ったそうです。よくそんな残虐なことをやってね、精神状態が逆に普通でいられるなと思うんですけど、人殺しなんかやったらもうまともな気持ちでは生きていけないと思うんですけどね。よく本当そんな簡単に人殺せちゃうよな。殺せって言われたって嫌ですけど、そりゃそうだよな、誰だってね。あのトンネルの中ですらそういうことがあったし、この線路の脇に穴を掘って、その中に亡くなった方とか弱っている方を生き埋めにしたりということも数多かったそうです。きっとまだ見つかっていないものもいっぱいあるでしょう。だからそこら辺にももしかしたらあるかもしれない。結構、ね、なるべくそういうのは発掘作業をして、まとめて、一応納骨するということはしてはいるんですけれども、すべて発見するのは困難だと思われます。北海道各地にそのような場所があるはずです。で、前にも出した動画で何度か言いましたが、まあ、こういう方もね、ちょっとっていうかだいぶかわいそうなことになっていて、本当に報われない人生の最後だっただろうなと思う、まあ、本当にやりきれない思いを想像しますが、まあ、しかしですね、そうするとまあ大体都各心霊スポットとかでって言ってね、この辺りがこう取り上げられるわけですけども、まあ亡くなった方に対して私は別に死んだ後の世界があるとは思っていませんので、何か申し上げることもないといえばないんですが、まあね、ここを通ることによってその心霊に何かされるみたいな風に言われることもよくありますけど、まあ、私はそんな風には思わないですけどね。まあ、もし仮にそういうものがあったとしても、昔の方たちは本当に大変だったんだなと、そこにこう思いを馳せてですね、それに敬意を持って訪れる人を、そういった昔の、失意のままに亡くなった方たちが、何かそれに対して嫌がらせをするとはとても思えないですけど、だから私はあんまりそういった悲惨なことがあった場所、沖縄戦のこの間のもそうですが、そういったところに行くのに関して、まあ、心霊はそもそも信じてはいないんですけれども、仮にそういうのがあったとしても特に何か取り立てて恐れる必要はないと思います。むしろね、そういうものを信じる方こそそういったところに行って、昔の亡くなった方に声をかけてくるっていうことが望ましいことなんじゃないですか。みんなそしたらね、昔の心霊がそこにもし存在しているんだったら、そういう人が来てそこにお供え物とか言葉をかけていったら、まあ言葉をかけていかれても嬉しくないって人もいるかもしれませんけど、でもいや悪い気はしないでしょう。ちょっとね、心霊スポットみたいな風にして昔悲しいことがあったところを恐怖の対象として見るのは私は違うと思うんですよね。それはずっともう昔から思っていることです。さて、列車は今これで北見市を抜けました。峠を抜けてからは生田原町に入りますと言いたいところですが、生田原町もまた合併になりまして遠軽町となっています。列車の次の停車駅が生田原、その次が遠軽です。多分先ほどの上り道は険しく40キロほどしか出ていませんでしたが、今は80キロ、ちょっと速度を落とし始めましたね。急カーブがあるんでしょうか。でも全然走り方が違うのは誰の目にも明らかです。さて、遠軽に着きます。遠軽からは名寄本線だったかな、有毛線だと思ったんですが、名寄本線らしい、それが分岐をしていた関係で、
線路がですね、進行方向が変わります。まあ、何言ってるか分かりづらいかな。天ヶ呂駅から先、名寄本線が分かれていたので、このまままっすぐ進めば名寄とかね、そっちの方へ進んでいたから、それで線路がこっちへまっすぐ行くのを優先していたために、石岡本線は意味もなく、進行方向を切り替えてスイッチバックというのをしなきゃいけないんですが、もう名寄本線はなくなってしまったので、それも意味がありません。もし名寄本線があったらね、日本一周の帰りには使っていたことでしょう。100円しかないね。この駅では4分、5分、いや6分ぐらい止まるのかな。結構止まるんでね、買い物もできます。駅でそば売ってたり、前は駅弁もあったんですが、駅弁の販売はなくなってしまいました。お客さんも特に何も言われていませんが、自分で座席を反対方向に切り替えています。110円で買ったアルフォート、160円のジャバティ。縄文峠を越え、生田原、遠軽も過ぎて、列車は今また快調に走っています。速度を見ると80キロ、まあ大体そんぐらいですね。でももう一度また大きな峠を越えますよ。縄文峠も結構な急な峠ですけれども、どちらかといえばこれから先越える石北峠の方が立派でしょうか。山を越えているという感じがするもんです。石岡本線の石というのは石狩の国の石、まあ、札幌とかね、旭川とかあの辺は石狩の国に入るわけですが、北というのは北見の国の北です。その2つを取って石北線、つまりちょうどその、まあ、札幌側というかね、道央側と道東側を隔てる大きな大きな峠道がこれから始まります。山の紅葉が美しくなってきました。まもなく列車は白滝に着きます。さっきね、石岡本線に乗ってた視聴者の方、別の方からも伺ったんですが、紅葉はもうちょっと綺麗になるんですかって聞いたら、まあ、まだまだ色はつきますよみたいな教えてくれましたけどね。そっか、なるほど。北海道とか地方ではね、結構通学中の学生、高校生ぐらいの方が話しかけて来られることが多いので、沿線の鉄道事情もいつも乗せてね、大変詳しいですから、聞くと気軽に教えてくれます。で、このすき焼きの具みたいな名前の駅から一つお隣が上川 で、この白滝と上川の間に石北峠があると私は記憶して、それで合ってますよね。あ、マルゼップ特急も止まる駅なのに、あ、これ通過したのか、この快速、特別快速北見号は。どんどん寒くなってきて、この列車も暖房を効かせ始めたようです。昨日東京が30度だったっていうのにね。次の上川駅までわずか一駅ですが、距離はものすごく長いですから、30分、そんじゃつかないな、40分か50分ぐらいかけて延々と山道の中を頑張ります。昔駅として使われていたけれども、住民が完全にいなくなった、ほぼゼロか何かで、もう使われなくなり、ただ信号所として残されているものが数多くこの辺りにはあります。列車はまだまだ峠を登ります。この辺り沿線の植生は標高に対して随分、高いところにあるような植物が植わっているそうです。私はこの辺を降りて歩いたことはないんですが、この辺りは本当に冬の時期が長くて、ゴールデンウィークの前ぐらいまでなんか雪がかなり濃く残っていますし、山の上もこのように赤くなっています。晴れている時だったらもっと綺麗だったでしょうね。もうすっかり植物も葉を落としてるっていうものもあんだな、中には。浮かしたからは力強いエンジンの音が響きます。さすが険しい山道でもハイパワーのエンジンなら楽々、お、鹿、あ、鹿か、鹿ならいいやまあでも久々に見たな、あの鹿も光らずに済んだようです。あー綺麗。これね、冬の雪深い時期もすごく綺麗ですよ。特に雪張りの時など最高。いやーいいな、日本で一番この辺りが雪が降るのが早く、もうちょっと西に行ったところにある大雪山が、大体日本で初の、まあ、初雪ですね、それを観測するという傾向にあるようです。今年はもう北海道は雪を迎えたようですね。9月の中旬頃には稚内だったかな、なんか稚内であんま、あ、そんなね早く降らないイメージでしたけど、降ったようですね。そうそうそう、こんな感じでね、この川は確か凍らずに、冬も流れてますんで、雪の濃い時にはこれが雪の渓谷に早変わりするわけです。列車の巻き上げた落ち葉が後に続きます。まあ、別に後についてくるわけではないですが、あまりにもたくさん落ち葉があるので、そのように見えるのです。あー、なんとも賑やかな景色だ。秋の北海道、北海道の秋は短いと思いますけど、
すごくいい時期だと思いますよ。これ見てるだけでも飽きないですもんね。まあこの素晴らしい景色をできることなら晴れの中見たかった。でもいくらでも飽きない素晴らしい眺めではありませんか。おお、ここなどすごいな。本当にいい景色だ。鮮やか。これからの本州内地の秋もまたとても楽しみです。一足先に秋のプレミア公開。プレミア公開のプレミアっていうのはね、あのプレミアムって意味じゃなくて、あの試写会って意味なんだそうですね。私知りませんでしたけど。カメラを回す手をいつ止めようか迷い続ける美しさです。標高に対して気候条件が随分厳しいので、このような美しい景色になるわけですが、これがね、多分鉄道に乗ってて最も手軽に見ることのできる、日本一早い部類に入る紅葉なんじゃないかな。もう秋の北海道って言ったらもう石北本線やっぱこれしかないですね。こういう崖ギリギリのところを走って川も一緒になって旅を演出してくれています。見てて飽きることのない素晴らしい車窓ですが、さっきよりもね、もみじのもみじというか木々の色づきは落ちたようです。だんだん高度が下がってきますしね、街に近づいてもきます。まあ、この緑の景色だって十分に素晴らしいんですけれども、あの延々カメラを回し続けることになるので、この辺りにさせていただきましょうか。列車の次の停車駅は上川です。層雲峡、大雪山、朝日岳、その辺りへのアクセスの駅がこの上川駅です。上川町の中心駅で特急列車もすべて停車します。私も高校時代何度も訪れたんですが、最近はめっきり来ることが減りましたね。この辺りも一応紅葉とかあるにはあるんですけれども、まあ、随分さっきの石北峠と比べれば落ち着いていることがわかるでしょう。駅はもともとかなり広く、これだけではなくてこの辺りのこっちの奥の方もね、全部駅の鉄道線敷地だったようです。皆さん見てくださって誠にありがとうございました。今旭川に着きまして、もう日本はすべてぐるりと回りました。日本一周もまあ達成だと言っていいでしょう。まあ、私は今まで日本一周をとりあえず、2回目、これ今回あの日本一周として題してやった旅行はあの人生で2回目なんですけれども、この最終回を目前とするここまで、結局最後まで再生数がそれほど目立って減ることはありませんでした。まあ最初の勢いはちょっと減りはしましたけどね。でも夏休みだったからでしょう。多分夏休み中はね、やっぱ時間がありますから、みんなが時間をたくさん持っているわけではないという、時になれば多少再生が減るのも仕方ありません。でも3連休などになればまた再生数は増えて、結局、どの動画もほとんど10万再生をたやすく達成するでしょう。私は今回ほぼ一人旅ということになりましたが、しかし実際には視聴者の皆さんと一緒に旅行している感覚でした。視聴者の皆さんもね、あの私とあの実際の動画投稿と私の工程とで随分実感的なズレが発生しているのはご理解いただきつつも、なんとなくね、その時間的なズレを忘れるようなコメントを多くいただきまして、旅をしている実感をお持ちいただけたのであれば何より幸いです。しかし最終回はまた明日となっております。この動画はまだ続きます。でもこの動画シリーズは続きますけれど、すみません、ちょっと複雑ですが、この動画はここまで、次の目的地はまだ訪れておりません、札幌です。ご視聴よろしくお願いいたします。